天を送る方法が実現。頭で思い浮かべた言葉を解読することに成功。将来は念じるだけでロボット操作も、頭で思い浮かべた言葉の一部を脳波の変化から解読することに。九州工業大情報工学部、福岡県飯塚市の山崎俊正教授、58の研究グループが成功した。10、チョキ、パーなど選択肢を絞った条件の下、それぞれの言葉が発生時と無発生時でほぼ同じ波形を示すと突き止めた。50音の一部でも識別に成功しており、今後すべての音の波形を分析できれば、単語や文章の解読も可能になる。研究が進めば、障害で言葉を話せない人との意思疎通や、音が伝わらない宇宙空間や水中での通信手段への応用が期待できる。山崎教授は、動けと念じればロボットを操作できる SF のような応用も可能となる、としている。山崎教授が着目したのは、言語を司る脳内領域、ブローカーノや前頭波にあるブローカーノは発生直前に活動を始め、脳が発する信号、運動準備電位が生じて脳波に変化を及ぼすことが知られていた。山崎教授のグループは十数人の男女学生を対象に、グー、チョキ、パーの3つの言葉を実際に声に出した時と頭で強く意識した際の脳波を比較。直前の約2秒間は同じ運動準備電位が起こり、同一の個人であれば脳波が3つの言葉それぞれでほぼ同じ波形になると判明した。春、夏、秋、冬でも同様の結果だった。脳波の研究に取り組む理化学研究所脳科学総合研究センター、埼玉県和光市の脳信号処理研究チームリーダー、アンジェイ・チホッキ氏は、独自で創造的な研究成果であり、障害者などが必要としている技術だ。正確な実験を続けて実用化につなげてほしい、と話している。視覚シーンの識別、例を見ない。堀潤一新潟大工学部教授の話、脳の活動から言語や動作を予測する研究は欧米で生まれ、国内では約20年前に始まった。手足の上げ下げなど動作をイメージすることに伴う脳波の研究が主だったが、動作は複雑かつ多様で、分析するのは容易ではない。言葉については、母音の識別には成功したことがあるが、子音の入った単語の識別は聞いたことがなく、幅広い可能性を感じる研究だ。民の声へ続く。